Google アカウントを設定する方法をご説明します。Google アカウントを設定すると、Google アプリや Play Store を利用できます。本体の初期設定時に、Google アカウントについての画面が出ます。初期設定時に設定しなかった場合や、すでにスマートフォンをご利用中の場合は、Play Store などの Google アプリをタップします。または新しいアカウントを作成をタップします。氏名を入力し、次へをタップします。任意のユーザー名を入力し、次へをタップします。パスワードを入力します。パスワードの登録間違いを防ぐため、もう一度同じパスワードを入力します。次へをタップします。Google のパスワードを忘れた時の復旧などに使用する再設定用の電話番号を設定される場合は、次へをタップして設定してください。内容を確認し、同意するをタップします。表示された Google アカウントを確認し、次へをタップします。Google サービスの内容を確認し、次へをタップします。必要に応じてお支払い情報の設定を行います。設定しない場合は、後でを選択します。次へをタップします。これで設定完了です。